京のスバ。小銭稼いで満足したり、ダメ髪の面倒を見たり、虚しい毎日だ。違っただろ？俺が望んでた異世界暮らしは。魔剣や聖剣を持って凶悪なドラゴンと戦ったり、選ばれし勇者とか称賛されたり。パーティーメンバーと恋が芽生えたり、そういうもののはずだろう。もう限界！借金に追われる生活、クエストよ！私、お金が欲しいの！あのデュラハンのせいできついクエストしかないけど、受けましょう。お願いよ。もう商店街のバイトは嫌なの。コロッケが売れ残ると店長が怒るの。頑張るから、今回は私全力で頑張るから、お願い。惨めだ、この自称女神。わかった。俺の金もいずれなくなるだろうし、良さそうなクエスト見つけてこいよ。任せて。ちょっと待っててちょうだい。アクア、大丈夫でしょうか。とんでもないのを持ってきそうですが。私は無茶なクエストでも構わないぞ。このスバ。ねえカズマさん、本当にやるの？俺の考えた隙のない作戦の一体何が不満なんだ？というか、このクエストを受けると言ったのはお前じゃないか！決して使えない女神を湖に投棄しに来たわけではない。水に触れるだけで湖を浄化できるアクアの能力を生かし、檻に入れたアクアを湖につけることにしたのだ。確かに檻の中ならブルータルアリゲーターに襲われる心配はないし安全だな。ええ、報酬の30万エリスはいただきですね。アクア、何かあったら言えよ。オリゴと引き上げてやるから。私、出汁を取られてる紅茶のティーバッグの気分なんですけど。おーい、アクア、湖の浄化はどんなもんだ？浄化は順調よ。あと10時間くらいあれば終わるんじゃないかしら。水に浸かりっぱなしだと冷えるだろう。トイレ行きたくなったら言えよ。
え、アークプリストはトイレなんか行かないし。なんだか大丈夫そうですね。ちなみにコウマ族もトイレなんて行きませんから。お前らは昔のアイドルか。私もクルセイダーだからトイレは、トイレは。無理して対抗するな。日帰りじゃ終わらないクエストを受けて、メグミンとアクアが本当にトイレ行かないか確認しよう。浄化しないと。ピリフィケーション、ピリフィケーション。女神としての浄化能力だけでなく、一心不乱に浄化魔法を唱えまくってるな。手を貸したいんですが、爆裂魔法だとアクアを巻き込んでしまいますね。あの檻の中、ちょっとだけ楽しそうだな。おい、行くなよ。フィリケーション、フィリケーション、フィリケーション。浄化は完了したみたいですね。ワニたちもどこか行ったようです。はあ、泣くぐらいならとっととリタイアすればよかったじゃないか。なあアクア、話し合ったんだが、今回の報酬は俺たちいらないから。そうだぞアクア、30万エリスは全部アクアのものだ。そうですね、今回は全てアクアの働きですから。おーい、いい加減に檻から出ろよ。もうワニはいないから。いやだ、このまま連れてって。なんだって？檻の外の世界怖い。このまま町まで連れてって。どうやら今回のクエストはまたアクアにトラウマを植え付けたようだ。